はい、どうも、メイチャンネルです。今日は私は W 大阪の方にやってきているんですけど、なんとね、ANA の方から春のね、プレミアムポイント2倍キャンペーンが開始するということで、急遽動画を撮らせていただいております。いやー、これはね、激アツです。もうね、期間限定なんですけど、開始するということでね、急遽動画撮らせていただいてます。早速ね、一緒に見ていきたいと思います。行ってみましょう。はい、というわけでですね、<laughs> ANA のホームページの方にやってまいりました。見てください。2021年春プレミアムポイント2倍キャンペーン。 対象登場期間が2021年3月22日月曜日、本日からですね、2021年6月30日までとなってます。ゴールデンウィークもね、対象期間ということになってます。すごいですね、これはね、対象登場期間中、対象運賃でご登場されたすべての ANA マイレージクラブ会員様に通常の2倍プレミアムポイントを積算いたしますと。もう参加登録は不要ですと。 プレミアムポイントと、まあ、ここら辺はね、もうご覧になっていただいている方はお分かりだと思いますので、飛ばさせていただきます。これはね、めちゃめちゃ激アツです、えー。キャンペーン概要 a NA および a NA グループ運行国内線を対象運賃のご登場で獲得されたプレミアムポイント数を通常の2倍積算いたしますもうそのままの通りですね。で、期間先ほど申し上げました通り、2021年の3月22日月曜日から2021年6月末30日の水曜日までとなってまして、 対象路線が ANA 及び ANA グループ運行の国内線全路線。定型航空会社が運行するコードシェア便は ANA、NH 便名で予約、登場した場合のみ対象となっていますで。対象運賃ですが、マイル積算率75%以上の国内運賃ですね、が対象となっています。 運賃別のマイル積算率というのはこのようになってますんでね。まあ、あの、それなりのね、えー、ところをやっぱり乗っていかないといけないというとこなんですけど、まあ、対象のお客様に関しましては、期間中に対象運賃でご登場されたすべての ANA マイレージクラブ会員、ANA マイレージクラブに未入会のお客様に関してはね、ANA マイレージクラブの入会からまずしていただく必要がありますんで、それはね、ご注意してください。はい。で、積算時期とかはもうね、もう明記されてます。 通常積算されるプレミアムポイント数を月ごとに集計して、それと同じプレミアムポイント数を翌月末に積算いたしますということで、3月22日から4月30日金曜日までのご登場分はもう5月の下旬。で5月1日から5月末までの分は6月下旬。6月中にね、登場した分に関しては7月下旬に付与していきますということでね、これはもう本当に激アツですね。はい。素晴らしい。 はいというわけでいかがでしたでしょうか、もう本当にねすいません、速報ベースでですねこのように動画をね撮らせていただいております、6月末まではですねもう本当にねこのようにプレミアムポイントの積算が2倍になると、もう激アツですね、でかつ、ですね先日動画にもアップさせていただいてますけれども、ANA に関しましては、2021年度獲得したステータスに応じたですねボーナスプレミアムポイントっていうのをねいただきます、2021年度ダイヤモンドサービス受けられる方は4万プレミアムポイント。 プラチナサービスの方は1万5千、ブロンズサービスの方は8千となりますんで、実質ですね、4万プレミアムポイント、ダイヤモンド目指すんであれば6割6万なんですけど、倍になりますから6月末までにですね、まあ、極端に言えば3万プレミアムポイント分登場すれば、もう倍の6万プレミアムポイントね、加算されるので、すごいです、これは。 なので、まあ、プラチナの方であればね、残り3万5千、まあ、プラチナを獲得ということであれば、残り3万5千あればね、えー、獲得できるわけなのですそれのまた半分でね、えー、獲得できる、えー、1万2 5五百とか、えー、1万七5五百ですね、えー、とか、さらにね、万五千八8万5千獲得してダイヤモンドを目指すんであれば、4万2 5五百でよかったりとかで、本当にこれはね、もう航空会社もね、やっぱり苦肉の策だと思いますね、もうやっぱり乗ってほしい。 ね、多分あのー、5月ゴールデンウィーク中のバリュースーパーセールなんかもね、始まってますんでね、まあそっちの方だとちょっと積算がね、75%以上あるのかっていうところもやっぱり出てくるので、50%しか積算されないっていうことだと今回のね、プレミアムポイント2倍にはなりませんから、そこはね、ご注意していただく必要はありますけれども、まあきちんとね、やり方によってはですね、本当に今年もね、NA のね、ステータスを獲得するね、チャンスだと思いますんでね、うん、きちんとコロナ対策、 した上でですね、あの、挑んでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。速報ベースでね、大変恐縮です。もうこで私もね、もう今激震でしたね。はい。ということでもうね、本当はホテルレビューとかのもいろいろやんなきゃいけないんですけど、 急遽ね、こういった動画を撮らせていただいております。はい。ご参考になれば幸いです。というわけでですね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきます。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方はぜひ高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと概要欄下の方に私ツイッターライン、インスタグラムやってまして URL 貼ってありますし、あとクラブハウスなんかもね、やってます。で、こちらのね、プレミアムポイント2倍に関してのなんかね、ルームなんかも立ち上げたいなというふうに思ってますので、今日私大阪でこれからね、 えー、夕方痛みから羽田に戻るんで、ちょっとね、今日は難しいかもしれませんけどね、えー、明日とかにできればななんて思ってたりしますんでね、ぜひそちらの方も合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。またね、えー、こういった動画も含めて旅行動画などどんどんお届けしていきたいと思ってますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。